めっちゃ重要なんで絶対見てください。はいどうも、弱小サドラーの高田です。今日はですね、背取りの危機回避、キャッシュフローを整えろということでお話ししていこうと思います。皆さん、背取りをやる上で絶対に管理しないといけないことって何かわかりますか？そう、お金ですね。このお金っていうのが管理できていなかったら、どれだけ利益商品を見つけられても、どれだけ毎月の売り上げがかなり上がってきたとしても、現金としての利益っていうのが全くね、残らないっていうような形になってしまいます。もうそれどころか、気がついたら大赤字で口座残高がもうすっからかんになってしまうみたいな、そういうことも起きてしまうわけなんですね。これね、サラリーマンの方ならイメージしやすいと思うんですけど、で、会社からお給料をもらいました。で、そのお給料の中から生活をね、やりくりしていくわけですね。で、そのやりくりも何も考えずに、ずっとね、贅沢しまくっていたら、もう口座残高ゼロになってしまいますよね。もう背取りだとですね、まだこのゼロになるくらいなら、まだマシな方で、カードの支払いができなくなるっていうことがですね、実際に起こるわけなんですよ。僕はですね、当初、もう脱社畜っていうのをですね、目標として掲げていたので、もしですね、このお金っていうのが回らなくなってしまったら、クレジットカードがストップして死ぬまで社畜が決定するっていう状態になってしまうわけなんですね。もうそれだけはどうしても避けたかったので、もうこのお金については徹底的に管理していました。そこで今回は、この背取りをやる上で絶対管理すべき、このお金、ここについて、これだけは最低限絶対にやっておくべきことっていうのを、今回ですね、お伝えしようと思いますので、お金の管理ちょっと難しそうだなとか、どういう風にやっていけばいいのかわからないなっていう方は、最後までご覧いただけたらなと思います。というわけで、本題の方入っていこうと思います。で、実際ですね、このですね、キャッシュフローを整えていくために、じゃあ何をしていかないといけないのか。これはですね、もうこの1点のみです。それがですね、クレジットカードを2枚用意するっていうところになってきます。どういうこと？ってなると思うんですけど、これめちゃくちゃ重要なんですよ。基本的に背取りっていうのは、クレジットカードを使って仕入れを行っていきます。商品を仕入れる際、クレジットカードを使って支払って、クレジットカードの請求日までに、商品を売り切ると。で、それで健全にですね、キャッシュフローが回っていく。まあ、こういうね、流れになっているわけなんですけども、ただ、ここのですね、クレジットカードを使うっていうところにですね、かなり落とし穴がありまして、クレジットカードにはですね、締め日と支払い日っていうのが存在します。よくあるのが、例えば今9月なんですけども、翌月末払いってなると、9月の30日で一旦締めて、で、そこまでの支払いは次の月の、末、10月の30日に支払っていくっていう、そういうような、流れになってるんですね。ってことは、これ皆さん気づいた方いらっしゃいますか？今9月の27日なんですけども、例えば先ほどのこの月末締めのカードを使って9月の27日にそのカードを使って仕入れていってしまうと、もう支払い日までですね、もう1ヶ月くらいしかないんですよ。で、Amazon のシステム上ですね、自分の口座への入金サイクルっていうのが2週間っていう形になってしまっているので、商品を仕入れてから売り切るまでたったの2週間しかないんですよ。それで、この2週間の間に商品を売ることができなかったら、その商品の代金っていうのは自分の貯金の残高から支払っていかないといけないっていう状態になってしまうんですね。で、これが続いてしまうと、もうどんどん口座残高がみるみる減っていって、在庫が多くなって口座残高がゼロになって、クレジットカードの請求に間に合わないってことが起きてしまうわけなんですよ。これがですね、背取りの一番危険なところになります。そこをですね、対処していくために、先ほどお話ししたクレジットカードを2枚用意するっていうのが、あるわけなんですね。例えばこれどういうことかっていうと、これめちゃくちゃ重要なところなんですけども、15日締めのカードと末締めのカード、この2種類のカードを用意してください。どういうことかっていうと、15日締めのカードっていうのは、大体がですね、翌月の10日払いであることが多いです。そして月末締めのカードは翌月末払いっていうことが多いんですね。つまりこの2種類のカードを使いこなすことで、例えば月の前半は末締めのカードを使って仕入れていくことで、1ヶ月半から2ヶ月ほど猶予があるわけなんですね。じゃあ次は月の真ん中から月末まで。これはですね、15日締めのカードを使っていくことで、その支払い日っていうのは翌々月の10日払いになってくるわけなんですね。じゃあここもですね、支払い日まで1ヶ月半からもうないし2ヶ月ほど猶予があるという形になってきます。で、こうやってですね、この2種類のカードを使いこなしていくことで、キャッシュフローっていうのがかなり余裕を持って、回していくっていうことができるんですね。で、これをやっていると、ほとんどの確率でキャッシュフローが破綻する、キャッシュアウトになるっていう危機を回避することができる。
ができるという形になってきます。なので本当ね、皆さんクレジットカードを2種類用意するっていうのを必ずやっていただけたらなと思います。結構ですね、クレジットカードを選ぶ基準としてポイント還元率とか何日は商品の割引が入るからって、そういうので結構ね選びがちなんですけども、一番重要視してほしいのはこの締め日と支払い日、ここの関係性をしっかりと理解した上でクレジットカードを用意していただけたらなと思います。使う日によって使うカードを分けるっていうことをやっていくことで、クレジットカードの支払いに間に合わないっていうことが免れて、もう一生社畜化決定するってね、そんなことにはなりませんので、本当ね、皆さん今回お伝えした15日締めのカードと、月末締めのカード、この2種類のカードっていうのを、ぜひ用意していただけたらなと思います。というわけで、今回ですね、せどりの危機回避、キャッシュフローを整えろということでお話ししてきました。実際ですね、じゃあせどりをやっていく上でお金をね、しっかり管理していかないといけない、在庫の管理をしていかないといけない、さまざまな管理をやっていかないといけないわけなんですね。そこですね、正直めちゃくちゃめんどくさくないですか？僕はですね、そういうのめちゃくちゃ嫌いなタイプです。もう今までの人生でですね、一番嫌いな言葉が社畜なんですけど、二番目に嫌いな言葉がこの管理っていう部分になってきます。もうほんとね、それくらいですね、今までの人生管理なんか全くせずに、もうなんとなく勢いだけでと言いますか、もうその場その場でなんとなく生きてきたみたいな、そんな感じなんですね。で、そんなね、僕がですね、脱社畜っていうのをね、願って、せどりやっていくためには、この管理をしないといけないっていうところを、どうしても乗り越える必要があったわけなんですよ。僕のね、視聴者の方は、僕と似た方がおそらく見ていらっしゃるのかな、というふうに僕は思っております。もう勝手ながらで申し訳ないんですけども。で、そうなってくるとですね、やっぱ管理が苦手っていう人がですね、結構多いかなと思ったんですよ。で、その管理が苦手のまま、せどりやってしまうとすごく危険ですし、もう社畜から卒業っていうのがですね、もうできないかなっていうふうに思ったので、今回ですね、この動画っていうのを撮らさせていただきました。せどりっていうのは、細かいことの小さなことの積み重ねでしか、レベルっていうのが上がっていかないんですよね。せどりで社畜から卒業するための一発逆転のホームランみたいなのがね、そんなんがあればですね、もう絶対僕ね、動画で皆さんにお伝えするんですけども、残念ながらね、そういったものはないわけなんですね。どれだけ日々の行動を積み重ねられるか、ここがですね、夢を叶えていくための、唯一の道筋っていう風になっているわけなんですね。だからですね、管理であったりとかっていうのはすごくめんどくさいんですけども、皆さんぜひですね、ここ徹底してやっていただけたらなと思います。こういった細かいことを積み重ねていくと、それこそ社畜から卒業する、自分で自由をつかみ取るっていうところが、できるようになってくる、そういった夢が叶えられますので、これを信じて自分のね、夢、目標、社畜から卒業するっていうところをですね、に向かって、突き進んでいただけたらなと思います。じゃあですね、実際これからですね、皆さんもう突き進んでいく中でですね、じゃあ管理って具体的にどういう風に管理していけばいいのと、エクセルを使えばいいのかな、マインドマップ使えばいいのかな、いやいやそういうの苦手な人はじゃあどうすればいいのかな、様々な壁にぶち当たると思います。じゃあ商品っていつまでに売り切ったらいいのかな、じゃあ売り切るためにはどういう風に販売していけばいいのかな、ありとあらゆるところで壁っていうのが出てくると思います。で、その際はですね、ぜひ一人で抱え込まずに、ぜひですね、僕をですね、頼っていただけたらなと思います。僕もですね、やっぱ実際ですね、失敗ばっかりの人生でしたし、管理なんかできないような人間から皆さんにお伝えすることができている状態まで持っていけたわけなんですね。で、そこまでのね、道のりっていうところはですね、やっぱ皆さんにとっても役に立つ部分たくさんあると思いますので、ぜひですね、そういう壁にぶち当たってしまっているっていう方はですね、僕の公式のですね、LINE アットの方へ直接ご相談いただけたらなと思います。お伝えできることすべてお伝えしていきますので、そちらのですね、相談の方もお待ちしております。こんな感じですね、これからも本業はサラリーマンで副業でせどりをやっているっていう方に向けた、せどりの動画をですね、これからも発信していこうと思ってますので、ぜひこれからもせどりについて勉強したいとか、深く理解したいとか、もうマジで仕事辞めたいっていう風な方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよ。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると、期間限定今だけ無料で僕がやっているせどりのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ、上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でも、たった半年で脱サラできた、そのせどりに対する考え方、戦略、手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして友達追加していただき、軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。